皆さんこんにちは。博多キリスト教会の牧師の三味武史です。今日も皆さんと共にリビングライフを通して御言葉を黙想していきたいと思います。今日は1月の30日土曜日、聖書の箇所はマタイの福音書11章の1節から19節まで、タイトルは福音に踊る者が御国で偉大なものです。マタイの福音書11章1節から19節。イエスはこのように十二弟子に注意を与え、それを終えられると彼らの町々で教えたり述べ伝えたりするためそこを立ち去られた。さて、獄中でキリストの御業について聞いたヨハネは、その弟子たちに託してイエスにこう言い送った。おいでになるはずの方はあなたですか？それとも私たちは別の方を待つべきでしょうか？イエスは答えて彼らに言われた。あなた方は言って、自分たちの聞いたり見たりしていることをヨハネに報告しなさい。目の見えない者が見、足の萎えた者が歩き、サラートに侵された者が清められ、耳の聞こえない者が聞き、死人が生き返り、貧しい者たちに福音が述べ伝えられている。誰でも私につまずかないものは幸いです。この人たちが言ってしまうと、イエスはヨハネについて群衆に話し出された。あなた方は何を見に荒野に出て行ったのですか？風に揺れる足ですか？出なかったら何を見に行ったのですか？柔らかい着物を着た人ですか？柔らかい着物を着た人なら王の宮殿にいます。出なかったらなぜ行ったのですか？預言者を見るためですか？その通りだが、私が言いましょう、預言者よりも優れたものをです。この人こそ、見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道をあなたの前に備えさせようと書かれているその人です。誠にあなた方に告げます。女から生まれた者の中で、バプテスマのヨハネより優れた人は出ませんでした。しかも、天の御国の一番小さいものでも彼より偉大です。バプテスマのヨハネの日以来、今日まで、天の御国は激しく責められています。そして、激しく責める者たちがそれを奪い取っています。ヨハネに至るまで、すべての預言者たちと律法とが預言をしたのです。あなた方が進んで受け入れるなら、実はこの人こそ、来たるべきエリアなのです。耳のある者は聞きなさい。この時代は何に例えたらよいでしょう。市場に座っている子供たちのようです。彼らは他の子供たちに呼びかけてこう言うのです。笛を吹いてやっても君たちは踊らなかった。弔いの歌を歌ってやっても悲しまなかった。ヨハネが来て食べも飲みもしないと、人々はあれは悪霊に疲れているのだと言い、人の子が来て食べたり飲んだりしていると、あれ見よ、食いしん坊の大酒飲み、酒税人や罪人の仲間だと言います。でも、知恵の正しいことは、その行いが証明します。
人は相手を見て正しく評価すること、それは難しいものであります。つい周りの人たちの評判や、あるいは自分の先入観でもって相手のことを判断してしまうことが多いものであります。特に最近ではインターネットがあり、そこに書き込まれていることを鵜呑みにしながら、それが本当かどうか、それも確認せずに、ああこの人はこんな人なんだ、そんなふうに思ってしまうことがあるわけであります。今日の箇所を見ますと、このバプテスマのヨハネも、またイエス様も、周りから正しく見られていなかった、そのことを見ることができます。まずこのバプテスマのヨハネがイエス様のことをどのように思っていたのかを見てみましょう。3節を見ますと、おいでになるはずの方はあなたですか、それとも私たちは別の方を待つべきでしょうか、そのように尋ねているわけであります。このバプテスマのヨハネはイエス様のことをよく知っていました。イエス様とは親戚関係にあり、また直接イエス様に対して水の洗礼を授けました。その時聖霊が鳩のように下ったと書かれています。それを見てバプテスマのヨハネは、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と叫びました。つまりそれはイエス様がメシアであるということを悟ったということであります。しかしその後のイエス様の生涯を見ていくときに、ヨハネは一つの疑いを持ち始めたことがわかります。なぜならばメシアといえば、当時の考えではユダヤを支配していたこのローマ帝国からの解放者、そういうイメージがあったからであります。しかし実際にイエス様がされている技はそこからはかけ離れているように見えました。それでヨハネは疑いを持ち始めたということができます。それに対してイエス様が言われたことは4節5節で、あなた方は行って自分たちの聞いたり見たりしたことをヨハネに報告しなさい。目の見えない者が見、足の苗えた者が歩き、サラートに侵されている者が清められ、耳の聞こえない者が聞き、死人が生き返り、貧しい者たちに福音が述べ伝えられていると、このように言われました。この弟子たちが直接見たこと、またイエス様のことを直接知っているその商人たちの言うことを聞きなさい、そしてイエス様が今なされていること、それは旧約聖書に書かれていることだということをここで喚起されたわけであります。そして次に7節から15節でありますけれども、ここではこの周りの人々がバプテスマのヨハネのことを誤解していたということが書かれています。多くの人々はこのバプテスマのヨハネに対して、何か王を探すように柔らかい着物を着た人、あるいは昔の預言者、そういったイメージで、彼らのこのバプテスマのヨハネのことを見て求めていたことがわかります。確かにこのバプテスマのヨハネは旧約時代の最後の預言者と言われています。そしてイエス様も彼よりも優れたものはないと言われました。しかしそれでもヨハネは天の御国では一番小さなものだと、このように言われたわけであります。これはある面で非常に意外な答えでありました。このようにこのバプテスマのヨハネについても、あるいはイエス様についても、周りの人たちは正しく理解することができず、それがゆえにこの当時からある種の迫害が起こってきたということがわかります。12節を見ますと、バプテスマのヨハネの日以来今日まで天の御国は激しく攻められています。そして激しく攻める者たちがそれを奪い取っていますというふうに言われています。このバプテスマのヨハネはこのヘロディアのことで投獄され、
そして後に死刑にされます。またこのイエス様の姿を見ながら癒しを行い、そして罪の許しを宣告し、また罪人とともに食事をしている、そういうイエス様の姿を見ながら避難する人たちが起きました。そういった人たちのことをイエス様はどのように言われたのかというと、18節、19節のところを見ますと、ヨハネが来て食べも飲みもしないと人々はあれは悪霊に疲れているのだと言い、人の子が来て食べたり飲んだりしていると、あれ見よ、食いしん坊の大酒飲み、主税人や罪人の仲間だと言います。でも知恵の正しいことはその行いが証明します。このように言っているわけであります。結局ヨハネもそしてイエス様もこの福音を伝えましたけれども、しかし多くの人々はそれを拒んでいきました。その様子を17節では、笛を吹いてやっても君たちは踊らなかったと、そのように表現しています。すなわちイエス様は神の国の福音を述べ伝えましたけれども、それに対して人々は正しく応答しなかった、そのことをここで言っているわけであります。皆さんいかがでしょうか。私たちは神様を知っている、イエス様のことを知っていると思っているかもしれません。しかしどこか偏見を持って、あるいは先入観を持って、そしてイエス様はこういう人じゃないか、そのように思い込んでいることがあるのかもしれません。イエス様は愛の方である、イエス様は優しいお方である、私たちはそのように思っていますが、しかしそのイエス様はまた同時に罪を見てそれを見ぬふりをされるお方ではなく、悔い改めを求めて、そして自らその罪の代価として十字架の上で命を捨てられました。そしてそこにこそ愛があると聖書の中に書かれているわけであります。また私たちはイエス様だけではなく、本当に他の人たちをも偏見を持って、あるいは何か人の話にそれを聞いただけで判断し裁いたりしていることがないでしょうか。そういうようなことを思いながら今日一日、御言葉をさらに黙想し過ごしていきたいと思います。皆さんいかがでしょうか。私たちはイエス様のことを知っている、イエス様を信じていると言いますけれども、もしかしたらそのイエス様は自分が思い込んでいる、そういうイエス様かもしれません。また他の人に対しても、私たちは本当に人の正しい目で見て判断しているでしょうか、あるいは先入観でもって人を裁いていることはないでしょうか。そういうことを思いながら今日一日過ごしていきたいと思います。